第38回、平成12年度、群馬県文学賞受賞作品。小説の癒し、荒井勝正作。去年の春、イエスは75歳になったのを機に病院を閉めた。 開業医の中には80過ぎても地域医療を続ける者もいたが総合病院への患者の流出と手の震えに加え建物の老朽化が進み後継者がいないのが決断を容易にした初めはこの地で2代続いた町医者だったのを大学病院を辞めて引き継いでから 界隈切っての外科病院に増床した一時は一人娘に医師の婿養子を迎えたいと願ったものの妻を乳がんであっけなく死なせてイエスにこだわりが消えると娘は付き合ったホテルの御曹司に嫁いでいった閉鎖を知った娘からは「独り身を心配して引き取りたいと」と 何度も手紙が来た電話では日当たりの良い角部屋を用意すると執要に言った15年前ホテルが新館を建てる時病院の土地建物を担保にしたので温泉場でのんびりさせたいらしい何しろお宮の松まで歩いて5分だし潮の満ち干が一日中見ていても退屈させないと。 結構づくめの誘いであった。それでも老いてから居候する気にはなれなかったタツが不意に訪れたのはイエスが気ままな一人暮らしに飽きた頃で工事現場で負った傷のリハビリに病院当時の機器を使いたいと言ってそのまま住み着いたそれから1年余りの間に 類は友を呼ぶように同居人が増えて今では2階の大小5つの病室に1人暮らしの年寄りや軽度の地方者が9人で生活している見かねた奈美子が元のナースの当直室に寝泊まりして不調の時の意気込みで食事のまかないから衛生面まで管理していた。 ナミコは若い時から弱者の救済に心血を注ぐイエスを辛抱していたかつては三人の医師に看護婦十一名で二十床をこす病院を取り仕切ってきたイエスであり羊のような優しい顔と温かみのある話し方は今でも変わらなかったイエスは十一歳の夏 祖母とキャンプした三峰山で雲取山頂に立つセントエルモの火を見て失神したその時祖母は「お前は神の啓示を受けたのだから弱い者の,のためになれ」とイエスを励ました今考えれば雷雲が近づいた時まれに見られる発光現象なのだけれど祖母から常時言われると 天道にでで、もなった気で医学生の頃は離島の医者になろうと真剣に考えていた達が脳卒中で倒れたのが20日ほど前で右肩麻痺が生じたのをひどく苦にしていたそれが殺素剤を飲んだと開花のイエスの部屋に転がり込んできたのが真夜中ですぐに波子を起こして をを済ませ解毒剤剤と安定剤の点滴を始めた江戸引け氏を先祖に持つ立つなら死にかねないと心配したイエスが抑うつ症の改善に必要な精神対話を元子に頼んだ矢先のことだったイエスからの電話で駆けつけた元子は手首を切って入院したこともあって 今では占いで生計を立てる傍わら入居者の心のケアに取り組んでいた「おいタツ」「わしよかは六つも若いんだぞ。まだまだ頑張れる年だ。一緒にのんびり暮らすのも悪くはないぞ」独り言のように言ったイエスは半身不随になったとタツが知った時。 こんな体になっても生きろと言うんですかいと男泣きしたことを思うと胸が痛んだナミコが廊下の人だかりに向かってタッちゃんは大丈夫よあなたたちも早く寝てねと声を伸ばすとひそひそ話が笑い声になって階段を上がっていった 外科医でありながら妻のがんを早期発見できなかった自戒がイエスにあったあれからメスを入れるのが怖くなり X 線解析にも自信をなくし目まぐるしい進歩を遂げる医療現場で人命を預かる難しさを感じたそれもあって病院を閉鎖したのに1年もすると年寄りに生活の場を提供し 介護や治療を無料で施しているそこまで寛容になれたのは子どもの頃に祖母から受けた言葉と無縁ではない今でも弱者救済への立ち難い思いとともに社会から隔絶されがちな高齢者の中に自分を見つけて戸惑いを感じていた同居して一週間もすると達が イエスと気さくな呼び方をした理由を聞くと診療していた頃患者がどんな無理を言っても必ず「いいよ」と答えるのでみんなが「イエス先生」と呼んでいたという今は病院を辞めたので「先生」と呼ぶのも変だから「イエス」にしたという初めは思はゆかったものの親しみを覚えて甘んじてきた。 同居人が5人になると龍が盛んに楽園という言葉を使い出した主々の事情で一人暮らしだった人たちが一緒にいるせいかと思っていたら入居したばかりの初老の男が言われを説いた東大中退を自称するだけあってここの環境を「古中の天」に例えて「戦況のようなところだから」 楽園とと命名したという。イエスは内心目指すものを示されたようで責務を負ったこれを聞いたツがすかさず「天才」とあだ名をつけると「正常な時はそうかもしれないがおかしくなって迷惑をかけたら災いの方の天才だと思ってくれ」とみんなを笑わせた。 天才は軽いうつ病で大手出版社を辞めた後、職場を転々としたどこでも昇進は早いのだけれど管理職になると途端に反体制に走り部下やパートの肩を持ち上司と揉めて辞めてきた妻子と別れ一人閉じこもるマンションでの最後の友は「ベランダに飛んでくる雀だった」と聞いたイエスは。 その時心細い老後が浮かんでめいってしまった他の同居人は龍のような軽い後遺症の者や軽症の老年地方者と病気とは言えない程度の新規症の人たちだからイエスとナミコで精神医療に取り組めばよほどのことがない限り医療機関の手を煩わせずに済んだ。 それどころか、社会から切り離された人たちが共同生活を送ることで少しずつ明るさを取り戻していた寝不足のイエスと玄子が食堂に入るとみんながナミコが配膳したアルマイトの盆を前に静まり返っている今朝はどうしたのかなみんなも睡眠不足かね 棒立ちしたイエスに飛んできたナミコが耳打ちしたみんなが夜通しタツの様子をうかがっていたようで「今日が峠だ」とか「毒は肝臓をダメにするから助からない」とか心配しあって食事が喉を通らないというイエスが「もう大丈夫だ」と安心させてから23日してリハビリに入れば 立つのことだからすぐに元気になると明るく言うと喜びのあまり手を打つ者もいたみんなと食事を済ませたイエスは眠気覚ましに玄子を連れて外へ出た楽園のたたずまいは病院の時のままで前のバス通りから正面の車寄せまで石畳が敷かれ 玄関前には車の展開広場があり石畳の両側が15台ずつ置ける駐車場になっている表通りのバス停には病院が敷地を提供した屋根付きの待合所がありベンチが3つも置かれていたベンチに座っているとラッシュ時の路線バスが大塚駅へ連なっていく。 イエスは久しぶりに外の匂いを嗅ぐ気がして駅へ向かって次々と通り過ぎる人々を当面に向かえては遠のくまで見合っていた一体達はどこで殺素材を手に入れたのかな今朝になって問い詰めたら見舞いに来た弟子に持ってこさせたみたい何でも出初式のはしご技を教えたとかで 楽園にネズミが出て困るからって言ったんですって死にたいなんて普段は考えないのにとっさに死にたくなることってあるのよね玄子が感慨深そうに言った石畳を戻る時大屋根を見上げると風見鳥が南東の方角を指していた屋根を吹き替えたのが 後を継いだ昭和三十八年でその記念に真鍮にしたので今では六章が吹いて同じ年に植えたプラタナスと調和した落ち着きを見せているいま一度屋根に目を移した時先行にいられたイエスはよろけたところを元子に支えられた。 そこはフランス式のマンサード屋根が二重勾配になるところでレンガ造りの煙突の突端に飛来心が立っているそれに反射する光を見ると決まってセント・エルモの火を見た時と同じ電撃に打たれるのだった大玄関を入ると食休みが済んだ人から日課に移るところだった 日課といっても楽園の決まりは簡単で洗顔歯磨き室内清掃布団干しに洗濯と入浴のほかは週等版で食堂と階段廊下の拭き掃除があるだけだったそれでも意欲と体力に欠ける人が億劫があるのでイエスは健康のためだからと諭し奈美子は うろうろしてると邪魔者扱いするわよと冗談口を叩いて追い立てたそれさえ済めばあとは自由で終日テレビと首ったけの人や囲碁将棋に夢中になる人もいれば銭湯へ一番風呂を浴びに行くのはいい方で龍のような競馬卿もいればパチンコから縄の連へ直行する御陣までいた。 それでも競馬で万馬券が出た時などは決まって番台の寿司がいくつも届き後から達がご機嫌で帰還したそんな時は楽園に盆と正月が一緒に来たようで全員が健常者に戻ったようにはしゃいで奈美子がダンスを踊ってみせた楽園の運営は 同居人の年金や預金の利息から一人月額三万円が目安なのだがたとえ一万円しか払えなくてもイエスは一切お構えなしで不足は近所の人に対応する月決め駐車料を充当し足りないときはイエスの蓄財から補填してきた始めた頃はイエスの持ち出しを気にしたナミコが 月末になると粗末な食卓をわびる日が続いたすると翌月から3と8の日に町内の八百屋と魚屋から決まって食材が届けられた驚いた奈美子がいくら店主を問い詰めてもただ頼まれたと目を迷わせた納得がいかない奈美子がイエスの部屋のドアをたたいた まあ誰かの行為だろう受け取ってよろしいでもここの人はみんな身寄りがないはずですよ度重なると薄気味悪くてなあにおねんはみんな一生懸命やってきたんだ一人や二人世話になったと思ってくれる者がいるもんさナミコに笑みを返してから書物に目を戻した 「そんなときはさっと引き上げる。それが30年以上も病院を支えてきた秘訣であり一人女の自負でもあった」「昼までにはまだ間があるのに食堂が騒がしくなった」「食堂は待合室だったところで徒生児が空いていると廊下を挟んだイエスの部屋には大きな声が筒抜けになる」 そのうち明るい顔の玄子が「たっちゃんが元気になった」と入ってきたゆうべはイエスの部屋で処置してから明け方まで点滴した容体が落ち着いたので天才の手を借りて2階へ上げたそこは看護婦の仮眠所だったところで二部屋あるうちの1つをナミコが使っていた ミコもタツの付き添いでは気苦労だろう。行ってみるか階段を上がろうとすると食堂に詰めていたみんなが内緒ごと事を見とがめられたように首をすくめたあれって会期祝いをどうするか相談してるの他人の不幸を祝うのかって達ちゃんが怒るのを心配する人もいて天才さんが困っているわ 階段の踊り場で玄子が声を潜めた。ベッドでは寝たままの達が往生したようにナミコに体を吹かせていた。イエスに気づくと起き上がろうとしてナミコに止められた達お前に死なれたらわしがお手上げだ。年がいもねえことをしちまって恥ずかしい限りでさそうさな。 背中の掘り物が泣くぞ。ところで動けるようになったら相談があるんだがまあ今は養生しろ口をへの字に結んでしゃちこばるタツの脈を取ると頬を緩めて部屋を出た差し迫った相談などなかった要はタツに先の希望を持たせたかった 玄つのことを頼んでから玄子は足しげく通ってきたところが玄つは心を開くどころか誰も寄せつけないいまだに自殺燃料が吹っ切れないのか玄子が窓辺にすみれの花を飾っても持ち菓子を差し入れてもそっぽを向かれるらしい玄子だっていっぱしの占い師だ気持ちを引きつける手だてぐらい心得ていよう たの強情さに呆れるばかりだった元子が言ったことがある「占い師は予見が当たらなくてもいい良賢さえ良ければ食べていけると師匠に教わったというその意味を元子は良い良賢で相手に接し心の内を知ることで良い助言ができると考えている」。 人の心の扱い方について聞かれたことがあった。言語なら知っての通り、人に心を開かせるには、自分の心を開くことだね。わしもなかなか至らんが。そう言ったのが、イエスが同居人を置こうとしたときの決め事であった。と言っても同居人の人選は、 タツの直感と奈美子の洞察力で決まるのだけれどはっきりしていることは自分も同居人になることだったそれに嫉妬なら十分したから楽園では心のケアを目指したと話すと「私もお手伝いします」と原子が飛び上がった。 次の日も玄子はタツに背中を向けられた泣きそうな顔をして帰る玄子を呼び止めたイエスが「都合がよければ明日は夕食を一緒にしよう」と慰めたイエスが知ってる玄子の生い立ちは苦しみの連続で「不幸や不守備には慣れてるはずなのにタツを発奮させられないのがよほど悲しいらしい」 普段の辰の父親のような気安さがあったせいか玄子の思いと特技を生かしてやりたい気がして龍を訪ねても恐縮しながら意固地になるばかりだった翌日の夜喫茶店での人生相談を休んだ玄子を大塚駅で待った2人で楽園まで街路灯に沿って歩いていると 20年近く前路頭に迷って立ち寄った街角の手相占いの話を玄子が始めた父が死んで間もなく母が同棲したのがロシア人だったどうしてそうなったのか母は何も言わなかった13も年の離れた妹が生まれると家から弾かれたように繁華街をさまよった。 人混みの中にいれば孤児のような寂しさから解放されて仲間が見つかる気がした有りがねはたいた権利をったが運送で玄子の窮状を察した占い師が六畳一間のアパートに連れ帰ってくれたそれから修行が十年続き独り立ちを許されて九年になるという。 イエスは元子の孤立した過去を祖母が死んだ時の孤独感とすり合わせていた2人で歩く夜道は強烈な光の束が絡み合う繁華街から楽園への近道にあたる路地に入ると舞台が暗転したような奥深い闇に変わった人波は無惨し死の淵にはまった恐怖を覚えたイエスは 元子の手をつかむと明かりに向かってやみくもに突っ走った「どうしたの足元を気をつけないと」「年寄りは子どもに帰るんだだから暗闇が怖いのさ」「不意に口をついた言い訳に玄子が噴き出した」「いつもイエスが抱いてきた持論があった」「人は誰でも生を受けてからの乳幼児期」 母親はじめ多くの人たちに庇護され手を煩わせて成長を遂げるそう考えると年寄りが支援を受け介護を受けて死んでいくのも道理であるそれを少しでも遅らせたらどんなにか素晴らしかろうと思ってきた大玄関を入ると玄子が先に立つの様子を見に行くという。 イエスはナミコが特製したテーブルの料理を前にしてゲンを待った。そうしているとタツがゲンにどう出るか気がかりだった。落ち着かないイエスは金を破る後ろめたさで、グラスについだコニャクを口に運んだ。心配を焼き消す塊が喉の奥へ落ちていった。 小一時間もたったろうかまどろみかけたイエスの視界にタツが立っている我が目を疑うとタツの影から玄子が現れたテーブルに誘うと玄子の肩に手を回した歩き方は必死の行走なのにどこか勢いが見えたタツに生きる意欲を持たせたのかそのために 過去をさらけ出そうと駅からの道々玄子が生い立ちを話したのかイエスは喜べない興奮の中にいた「足も焼きが回ったみてで迷惑かけました」「飲んでたところだ再起の記念に少しどうかね」「今夜のところは控えておきます」 行々しいしぐさで手のひらを向けた達がもともと高いところが仕事場のとびですから親方のところにいた時から好きで飲んだことはない書体を持ってもそうでしたなんたって出初め式がありますからねはしごの妙義はそりゃ必死なもんで弟子の手前も飲めませんやそれが どうした因果でこんなになにっっちまって、と聞かなくなった右手を見つめて男泣きしたそれでも挨拶を済ますと迎えに来た奈美子に支えられて階段を上がっていった途中でみんなの歓喜に応える低い声がしたその夜酔った玄子は イを探していると言ったり「刑夫を憎んでいる」と叫んだりしながらイエスの部屋で寝入ってしまったしばらく原稿が見えなかったイエスは精神対話で立つに一応の効果が出たので本業に戻ったのかと気にしないでいた。 そういえば、なみこに受け持ちの喫茶店が一つ増えたのでてんてこまいだと喜んでいたという確かに立つに変化が出た玄子の肩を借りて立ち上がった次の夜から車いすを押して廊下を行き来した本人は人知れず機能回復に励んでいるつもりでも車輪のきしむ音が 二階の住人の安眠を妨げた文句を言うにも歯を食いしばる達を見ているとナミコでさえ耳栓をして寝る始末だった翌朝天才が車椅子の軸にオイルを差したから今夜から熟睡できると得意があっただがその晩も同じ時刻に音がする みんなでのぞくと一歩ずつ重心をうつす達がいた朝になってナミコが話すとイエスは承知の上で見守っているというところがその夜から音がやんだやっと迷惑だと気づいたのかと誰も疑わなかったそれなら日中も廊下に出るだろうとイエスが待っていても 鈍い音がしばらく続くと食事をとる以外は寝たきりだったしかもリハビリにいくら励んでも思うに任せないもどかしさからベッドの枠に手足を打ちつけていると漏らした奈美子がきっと原子が来ないせいだと開けすけに行った立つには明らかに両極的な申請が出ている 攻撃と依存という矛盾がそれだ。まだまだ精神対話が必要だ。だが元子には生活がある。本業をおろそかにさせたくない。かといってイエスが顔を出せば辰の牙城が台無しになる。思い余って元子の携帯へ訴えた。 食堂のテーブルに置かれた鳥籠か,から時折、占らないはいかが占らないはいかが」と、旧館長がけんだかな声をあげ鋭い目をみんなに振り向けたそこへ釘付けになったみんなのほうがよっぽど鵜のめ鷹の目のぎょだげんこが「誰から運勢を見ましょうか」と指を向けると 普段はろくにくちをきかないぶんさんがまっさきにてをあげたそれじゃ好すきなことばをいってみてかんこがおなじことばをかえしたらきっといいことあるわよとにのうでをあやしくゆらしたげんこがまじないのめつきでいうとそんならこうふくになりたいとぶんさんがてをあわせたするとかんこが 幸福はしない幸福はしないと高く羽ばたいてみんなのどぎもをぬいたすかさず天才が「ハッピーになりたい」と言いなおすと羽をすぼめたかんこが「ハッピーハッピー」ピーとなきしきった子供のように目をかがやかせたみんなが2階へ駆け上がっていってたつをかかえてきた。 玄子と奈美子へ驚異の目を見張ったイエスは幸せな気分だった診療に追われた頃は迷信や不確かな話は卑下してきたしかし妻を亡くしてからは下世話の真実を見極めてきたこれだから寛子はみんなに喜ばれるの玄子がそう言って10人中78人は 好きな言葉に幸福を選ぶので、「敵に服従する」という意味の「幸福」に引っ掛けて「漢子の芸の一つにした」と舌を出したそんな仕掛けがあるのかとみんなが大笑いするのに達はつまらなそうに目を背けるばかりなのでみんな寡黙になって声を沈めているようだった。 最後まで一人一人にやわらかな目元を向けているのは内心は困惑しているイエスだったそんなイエスも理不尽な相手には毅然と立ち向かったいつだったか表通りのベンチで日向ぼっこをしていた岡さんが愛想のいい男を連れてきた男が言うには お母さんが保険に入るので印鑑をしてくれと言うそれにしてはお母さんの様子がおかしい目がおで問うとうお母さんが激しく首を振ったイエスが楽園の事情を言って断ると「そんなボケ老人を野放しにするのか」と男が抗議したしばらく言い合ったあげく「年寄りに向かって失礼な口をきくな!」 イエスが行きまくと、これだからボケとキチガイは始末が悪い、と、男は捨てゼリフを置いて出て行ったイエスの唯一の楽しみが運送を占う玄子の脇に座ることだった玄子は新橋で週に3日は店を張る「ここは客筋がいいの」 街路灯のらなりに見せられていたどんな時も自分からは声をかけずに来た道行き占いが本流だった時代と違ってじっと待つことが修行だと師匠に教わった一昔前の八見とか駅舎と呼ばれた人たちは貴重な存在となり今は手軽なものが流行っている。 師匠から秘術を伝授された元子は、手相学にも秀でていたのに男の手に触れるのが嫌で人相を見ながら対話することで真意を問い未来の吉凶を判断する運相に徹してきた悠々と創建する玄子の脇にいるとイエスは先制術師になった境地で医師時代には体験しなかったときめきを知った。 この仕事は帰宅の人並みが途切れてから本番に入る冷やかし半分の客よりも命がけの客に戦慄を覚える10時までに3人の権利を得て店じまいしだした時赤毛の女が前に座った相当酔っている悪いけど酔っ払いはお断りよ 冷淡な口調の言語に困惑したイエスの顔がのぞいたまあいいか師匠が気の毒がってるわイエスを肘でついた言語があんに火を入れて女の手を引き寄せたイエスは明かりに浮かんだ女の顔をぼんやり見ていた白い肌に青い目と高い鼻が 一目で外国人とわかる。外国人が座ったのが初めてなら玄子が手相見するのも初めてだったじっと手筋を見ていた玄子が無表情なこの顔に目を貼り付けて「言葉わかるのよね」と唇の動きを待った女は酔いのせいかけだるげに。 値は日本人よとえみわれたそれで条件が整ったのかふたりのやりとりがスムーズになったほっとしたイエスは患者の病状を把握する時の樹木になって女の全貌を探った荒れた肌から戸島に見えた女は二十歳そこそこのようだった イエスが眼力で想像していく間に女の口から情報が次々漏れてきた女は銀座のクラブでホステスをしていたそれが不景気のあおりで前から目の敵にされてきた豊島のホステスに客を取られ喧嘩して辞めてきたばかりだというあたいには不幸が染みついているんだ寂しく笑うと もう一方の手も玄子の前に投げ出したコートの袖口から細くて白い腕が伸びたその時だった「ねえあんたの父さんはロシア人でしょう。と玄子が女の袖を託し上げた雲行きが怪しくなったと思っていると」 ん子がイエスに向かって座り直した「この子ったら父親違いの妹なの腕のあざが証拠よ」ん子は女の両手を握って諭すように話し出したあまりの唐突さにおじけづいていた女も母の名が信子と聞いて身を乗り出した 玄子が名を告げると娘はサイコと名乗ったその時母の面影を探る目をしたサイコに対しているような目線を向けた玄子がイエスには不思議だったゆうべ2二人に自室を提供したイエスは2階の特別室で寝た特別室といっても ときの,のプレートが下がっているだけで、当時は重症患者に当てることが多かった。4室ある2階は、1号室と2号室が4人部屋で、3号室が8人部屋、次が4号室となるところを、病人は4を意むので、特別室としたのである。 姉妹は夜通し語り明かしたらしく時々言い争う声がしたその都度誰かが見に出たのか階段をきしませた今朝イエスが起きるとドアに挟んだ紙片に「妹を立ち直らせたらまた来ます」と書いてあったイエスは「健常者だって時として心病むことがある」 その時は病人だ。それが回復できるのは家族や友達がいるからだと考えると介護を必要とする人をカウンセリングできれば病が薄らぐに違いないと確信できたそれにしても元子たちにどんな事情があるのか気がかりだった朝食の時 玄子が19年ぶりに妹と再会したとだけ告げたみんなが一様に驚きを浮かべても19年という時の長さが理解しにくいようだったいつかしても玄子からは何の連絡もなかったたつにも生きようとする意欲が乏しく奈美子の手を煩わせる回数が増えた しかもタツがこもってから同居人に変化が出たタツの後を引き継いだ天才がみんなの反感を買ったらしい掃除や整頓も滞りがちで時々ナミコの声が響いたこれまで楽園の自治はイエスが知らないところでバランスよく運営されてきたやはりタツとナ美子の連携があったのか 梅雨に入って食堂でぽつねんと佇む人影が目立ったイエスは日課としている個別の語らいで内紛を沈めながら午後からは古びたロッキングチェアで本を読んだりこのところよく浮かぶ若い頃の思い出にふけった小さい頃から両親は患者に追われた。 虚弱だったイエスは祖母に育てられた若くして家婦になった祖母はイエスを我が子のように可愛がった鼻が詰まれば舌でなめ食欲がなければせんべいを噛んで含ませた八十五歳で祖母が死ぬと医学生だったイエスは生きていくりを失い途方に暮れたそんな時 大屋根の飛来心に照り返す陽光がセントエルモの火に見えてあの夏の祖母の言葉が聞こえてきたその日から祖母に会いたくなると太陽の位置を見計らって大屋根を見上げてきたそうしたのはいつも何時に直面した時であり祖母の願いを叶えずに死なせてしまった罪への懺悔に等しかった 聖家がクリスチャンだった祖母は最後の正月に肺炎をこじらせて重体になった奇跡的に一命を取り留めると長崎の大浦天主堂へ行くのだと盛んに言った伊仙に入学したばかりのイエスが勉強に追われている時で老いては一人では行けぬ 連れて行ってくれる日を待つと下宿先に電報が届いた祖母が死んだと連絡を受けたのは「夏休みになったら必ず一緒に行こうね」と手紙を書いている時で死ぬほどつらい思いをした葬儀が済んで寄宿に帰ろうとすると父に引き止められた ちゃんはな自分は女で嫁ぐから洗礼が受けられなかっただから山頂の火を浴びたお前を申し子だと死ぬまで信じていたそれで四季が近いのを知ってじかに天主様にお前の離心を祈ろうとしたんだいつになく人間味のある顔を見せた父がぽつりと言った その時からイエスはを追ったそのためにも弱者に向けて何かしなくてはという意識が潜在していて時として頭をもたげる昭和40年代後半のオイルショックの時もそうだったテレビのキャスターが離島の特用ホームが50人の寝たきり老人を抱えて灯油が買えず しわすを迎えて高騰する物価に困窮していると伝えると即座に局に寄贈を申し出ずにはいられなかった話はキー局から地元のテレビ局に引き継がれ電報送金した基金は円側が望む物資の購入に充てられトラック一台分の毛布や乾麺などの必需品がフェリーで届けられた 後日、園長から来た手紙には「50人の入居者に毛布やシーツを配るとお年寄りたちは正座しておしいただいた」とあり「お金ではなく尊い行為に感謝すると添えられていた」玄子が最後を引きずるようにやってきたのは梅雨のさなかの夜だった。 相変わらず最後の身なりは派手でアクセサリーからバッグまでが高価に見えた姉妹で決着させたいことがあるので立ち会ってほしいという私はお前の父さんに侵されたんだそれで死のうとしたけど助けられただから今でも呪い殺してやろうと思ってるんだあたいだってあいつにはひどい目にあったわ 七つの時ににママが死んで、ロシアに連れて行かれた。初めて自殺未遂の原因を明かした玄子に対してサイコも父親の実家に置き去りにされた事情をぶちまけたおかげで真昼でも零下10度起こすモスクワの街角で古びた毛布のコートを着てバヤンを弾き語りしたという。 通行人がぶかぶかのブーツの足元の缶に投げ銭してくれたちょうどルーブルがモスクワの外国為替市場で最安値をつけた頃でパン屋も肉屋も長い行列ができたそれでも頑張れたのは身なりのみすぼらしい子が真っ赤な毛布の帽子をかぶせてくれて 今はホームレスでもハートレスじゃないんだ」と寂しく笑って希望を与えてくれたといい「ばあちゃんは可愛がってくれたけど何しろ貧乏だったしあいつからの仕送りが少ないからいつも飢えてた」とつらそうな顔をイエスと姉の間で通わせた「お前の目の色を見てるとあいつに見えて」 この爪の先でつきたくなったけどそんなに不幸だったんかイエスを仰いだ玄子が真顔でサイコを見つめたイフマと言ってもサイコは八景ロシア人としか見えない15の年にパブのダンサーになった日本へ戻った父親からの指図だったダンサーと言っても 日給の補償があるわけではないから下見た客でも劣ってやってチップを稼いだそのうち連邦が解体して成金が出たのでそんな男の金をくすねて3年前に帰国した2年かけて探し出した父親は貿易商のはずが錦糸町の裏通りにあるロシア料理店のコックだったという。 ばあちゃんの手紙であの時父親がサイコを売ったことを知って憎んでいると打ち明けたイエスは現実離れした姉妹の話に肝を潰した「このままではサイコの自堕落な生活が続くだろう」解決策は浮かばないものの元子が言った「そんなに不幸だったんか」という言葉に 和解の糸口を見いだして提案する気になった二人とも頑張ってきたんだねわしは感銘するばかりだがここにも不遇な人たちがたくさんいるそうだよサイコ。私も恨みを封印するからお前も過去にとらわれずに年寄りの助けになりなよサイコは、 イエスから目を遠ざけるとうつむいたどう立ち入ればよいか見当がつかない話は途切れ2人は食事もしないで帰っていった最後に年寄りの世話など無理だと思ったすると遺跡当時の友達が電話してきた嫌な話を思い出した彼が言うには お前のところは静寂な一角でいいなと思っていたが今では半病人を集めているそうで親友としては脱臼して孤老にでもなったかと心配してるぞと皮肉られた元子が来たのに気づいた達が妙にそわそわしていたと奈美子が知らせてきたやはり達は元子を待っていたのか 梅雨の最中に娘夫婦がやってきた。「日曜なのに大丈夫なのかと聞くと景気の低迷でウィークエンダーが減りフロントも会長夫婦で十分だという夫の敦彦は強気の戦略でここを乗り切るというのに娘は中堅のホテルが宿泊区で閉めるところが出たとため息をついた」。 熱海でもバブル期の過等競争と過剰投資がたたって今になってそのツケが回ってきてると声を荒だてた愚痴が終わると父さんも年だしこの建物も老朽化したし半病人に占拠されないうちに売り払って熱海に引っ越したらと責め立てたこれにはイエスも意地になって ここは母さんが死んだところだし三代続いた屋敷だから次の住処と決めてるんだと言い切ったお父さんにとっては大事な故郷ですからね厚彦が慌てて言いつくろったのに呆れ返った娘は仏壇に線香をあげると母さん一人娘が嫁の立場で困っているのに父さんたら 他人の方が大事らしいわよと嫌みを言って帰っていった後になって夫婦で来たところを見ると相談でもあったのかと食事もさせずに返したことを後悔した一人取り残された気分のイエスは思い立ったように辰の部屋を訪れた 梅雨時はやの方からやってくる。もう10日もすると暑くなるそのころには見違えるように体が軽くなるぞ「とびがこのざまじゃ鳥が羽ばたけねえと同じでさ」「夜明きを吹っ切ろうとやってきたのに立つにまで冷まされてしまったそれでも が失語症になったかと心配していただけに救われた思いであった23日すると娘夫婦が来たせいかみんなに動揺が出た梅雨に閉ざされた薄暗い部屋を暗鬱な空気が支配した心身を病む者は不安には無抵抗だ 娘のところに引き取られるといった天才の勘ぐりがみんなをがんじがらめにしたやがて追い出されるいては迷惑だといった脅迫観念から拒食が始まり中には路地や大通りを徘徊する者まで出るありさまで所轄の交番から連絡を受けた奈美子が大忙しだったこうなると イエスがいくら否定しても噂が独り歩きしたみんなを食堂に集めた天才がこんこんと高齢化社会の将来を論じ行政の難しさを説くとみんなで嫌がる立をベッドごと食堂に運び出してきた立なら不安を解消できると信じたのかこの時天才が 病人は臭いなあ」といった一言が達を傷つけベッドから転がり出ると階段の裏手に這い出してうめき声を立てた確かに精神医療は難しい今でも毎月届く医療情報誌でも高齢化社会と習慣病について多くの私福を割いている。 まして高齢者の精神医療と介護については医師も病院も行政ですら困惑している家庭の介護が長期になれば家族の負担は計り知れないその点ここにいるのはまだホームヘルパーやデイサービスを頼らずにいられる人たちだ一人暮らしだった人たちはぬくもりを渇望しながらもいざとなると 他人ととの接触を拒否することがある。こがあそれこそ長期にわたって放っておかれた後遺症なのだそっと見守りながら人の輪の中で順応させたいできるだけ矯正しないで自然の治癒力を引き出す環境を生もうとしていた今龍がその過程にいる。 玄子に任せるのが一番だと考えながらも生還するしかないイエスは娘夫婦の言いなりになりそうな己と戦っていたそこへ楽園が閉鎖するかもしれないと聞いた玄子と冴子が駆けつけてきた待っていた奈美子が事のいきさつとつの症状を話すと玄子が タツを背中に抱えて浴室へ連れて行ったすると下着姿で待っていたサイコがタツを湯船の淵にかけさせて「臭い臭い」と言いながら滝のように湯を浴びせ綿菓子のようにシャボンを泡立てて頭の天辺から足の先までスポンジで洗い流したこれにはタツでも目を見張るばかりだった。 何しろ背中を流す時はいいとしても顔から胸へと洗う時はパンティとブラジャーだけのサイコが湯船に入って龍の目の前で乳房を揺らしたその時龍の右手足に残る青ざが痛々しかった。 ゆうべからとまりこんだ姉妹の活動が始まった今日から2人が週に3日来てくれますけさから新しいお盆になりましたが2人からいただきましたイエスが発表すると簡単が漏れ完成となっていった久しぶりに食事の合間のおしゃべりが聞こえて明るい雰囲気に包まれた 玄子はこの日から部屋にこもりがちな人を訪れては「一日の運勢を占ってみるから風緑の方角を見てきてね」と言って外の空気を吸わせた上で「北を向いていたよ」と答えがあれば「よかったわね今日は北向きが一番なのよ」と喜ばせたり手相を見ては元気づけた。一方子には。 どこか希望の匂いがあった人懐っこい上に無頓着だから片っ端から部屋へ入って折り紙を教わったり童謡を習ったり時々連れ立って買い物に出かけたりしたイエスはサイコがみんなから特技や知識を教わることで残された機能に自信を持たせているのだと感心した。 冴子,子も長い間の孤立から抜け出て家庭の味に浸っているのだろう楽園に来たばかりの岡さんは「私は感動を忘れてしまったダメな男です」と挨拶したその時イエスは「年寄りにとっての家族とは」 血がつながっていなくても苦楽を共にする人だと思いますよ」と力づけたそのころの岡さんは部屋にこもって疲れたように手紙を書いて投函した岡さん宛に毎日手紙が配達された「ずいぶん交際が広いなと見ていると交友がないのが忍びなくて自分に当てて書いていた サイコが習字を教わりだすと自然と人前に出るようになって今では何人かに水墨画を教えている食堂に残っていたイエスのところへ姉妹がやってきたかしこまった態度がイエスを緊張させた「お願いなんだけどお風呂を毎日沸かしてもいい?」「もちろんイエスよね」 もじもじしている言語に代わって冴子がくぼを作ったお願いだろうか妖精だろうか初めから決めてかかる冴子にいつもイエスは苦笑させられた冴子ったら強引なんだから困ってしまうそういう言語もうれしそうだった二人のやり取りがまるで母子のようなのも十三も年が離れた 二人の過酷な老い立ちと考え合わせるといじらしかった。大玄関が騒がしくなった。三人して飛び出すと、天才がバケツを叩いて温度を取っている。みんなが上がりがまちに一列になって、床の雑巾掛けをするところだった。このところ楽園の存亡を危ぶむ噂で、 掃除が行き届かなかった。みんなを励ましながら階段を上がってタツを訪ねると、血色のいい顔を向けてきた。昨日まで痛々しいほどやつれていた男には見えない。今日からお風呂が毎日入れるのよ。サイコが手ぐしでタツの短い髪を整えると照れくさそうだった。 そういえば最後に髪を刈られて病人らしさがなくなった6日後がタツの誕生日だと気づいたイエスは楽園にもツにも明るい夏が来る気がした2日して若い医師がやってきたみんなが食堂に集まるとイエスが の先輩だった人のお孫さんで大学病院のセラピストだと紹介した一同がけげそうに顔を見合わせると後ろに立っていた冴子があたいたちと同じだと思えばいいのよと言ってナミコに睨まれたこちらの先生の情熱に打たれましてカウンセラーを派遣するためご挨拶に来ました 医師はその後イエスの案内で一人一人と言葉を交わしナミコと姉妹を交えて懇談したその中で姉妹の奉仕のやり方を聞くと「複雑なメカニズムを持つ人の心を扱うには時間をかけて根気よくクライアントと向き合うことが大切です」と姉妹の行為もリラクセーションとして効果があり 人によっては心理療法にもなると称えたあたいは小さい時からうれしいことってなかったからみんなが喜ぶのが楽しみなの姉ちゃんもそうだよね冴子が切実な顔を原子の鼻先まで近づけたので姉妹とは思わない医師が奇妙な目をした帰りしな医師から「 カウンセラーには即戦力のある人が必要で開業カウンセラーから病院カウンセラーのほかにさまざまな分野に心理判定員や相談員がいる話を聞くと最古の目が異様に輝くのがイエスには分かった梅雨も上がり のがみんなで食堂の前の芝生でおしゃべりしてると門から滑り込んだ軽トラックの助手席から「みなさん花壇を作りましょう!」と冴子が手を振っているその声でみんなが一斉に立ち上がったのでイエスは「全員の支度がいつもと違うのはこのためか」とようやく画展がいった 荷台からレンガを手渡しで下ろすと食堂に沿った南側の芝が1メートルほどの幅で掘り起こされたあきれて言葉が出ないイエスはゆうべ寝しなにサイ子が「ちょっとだけ庭をいじってもイエスよね」と甘えたのはこのことかと奥そ縁だみんながサイコの指示で額に汗して動き回る タツがいれば違う脇タツだろう。イエスはナミコと玄子が朝から準備している夜のパーティーが待ち遠しかった昼までにレンガで囲んだ花壇ができ午後からはサイコが仕入れてきた色とりどりのペチュニアの苗を植えたその脇を葉を食いしばったタツが玄子に手を引かれていく。 みんなが手を休めて声援を送るとほほ笑もうとしたのにこけた方がゆがんだだけだった達が外へ出たのは3か月ぶりだん子が時々手を添えて石畳を歩ききると通りに出た2人は歩道沿いにあるバスの待合所のベンチに腰掛けた爽やかな風が けんそうな大通りを遮へいするように吹きぬけていったまたバスに乗って浅草寺の三社祭りを見に行こうん子が駅へ向かうバスを目で追うタの手を握った「リハビリしたらいけるかな」じっと玄子の目を見ていたタが手に力を込めてきた。 時たま来るバスを見合っては小一時間ベンチで過ごしたそれから娘が父親に肩を貸すように石畳を戻った花壇に苗を植え終えたみんなが幾分確かになった辰の足取りに強制を浴びせたじょうろで水をまいていたイエスに辰の発酵な人生がよみがえってきた 8年たってもこなしの嫁を追い出した達はしばらくして五祭をもらった代々続く江戸火消しの血筋を絶やしたくなかったそのうち足場から落ちて大けがを負った50近くなっていた傷は右大腿骨の骨折とけ椎損傷で重傷だったイエスは 手術の間中外傷性ショックで死ぬかと記憂したそれを持ちこたえたのも区の伝統芸能になっている出初め式のはしご乗りで鍛えた達の不屈の精神だったところが一年以上の入院中に競林郷の5妻が家屋敷居を担保に入れて蒸発した入院が長引いて 治療費やら生活費が必要になり、御妻が病室に持ち込んだ書類に署名し実印をしたのがいけなかった切符のいい竜に惚れて押しかけたくらいの女房だからつい切操なく使い果たしたのだろう花壇を作り終えたみんなが大玄関を入ると冴子が昼風呂が湧いているという。 さっそく天才が入浴の順番を決めた入浴は介護が必要な人にはげんかさ古がつき継承者は二人一組で浴室に入った不思議と男たちはナミコには恥ずかしがるのに姉妹だとあけっぴろげだったみなさん今夜はイエスの肝入りで特別な思考をこらしますから。 耳の後ろまできれいに洗ってください。サイコの声が弾んだ。照れくさいイエスは歌人の介護で住む人が一人になったり、たつのようによるべない者も,もいる楽園を、みんなで力を合わせてぬくもりのある家庭にできたらと意気込みを新たにした。食堂にオードブルを並べていたサイコが、 甘え顔で近づいてきた。この頃になるとイエスは「今度は何の改革かな」と興味を持つようになった「今夜から元の薬局のカウンターを使いたい」というそこだと食堂の向かいだから大楼下を挟んで気ままに過ごせるというのだイエスに昔のバーの泊まり木が浮かんだ。 それなら物置に腰高の椅子があったと思うがイエスって見かけによらないんだイ子が怪しい目をしたこの表情が昔洋画で見た酒場の女に似ていたので慌てて目をそらした宵闇が窓を染めてパーティーとなったイ子が煽ったのか みんなが気分転換だと言って広々とした大廊下に食堂の椅子とテーブルを移していたミコたちが持ち場に着くと男たちが2階へ駆け上がっていったすぐに花柄のガウンを羽織ったタツが片手を手すりにかけながら天才に支えられて現れたおかしな支度に凶傷が聞こえると ガウンはサイコが着せたのだと天才が言い訳したイエスとゲンコが階段の両袖で出迎えるとバヤンを胸に抱いたサイコがファンファーレを引いたあとでタツを見上げてリードに力強い風を送ったそれに合わせてナミコがオーロウカの照明をつけると「ハッピーバースデイツーユー」 ハッピーバースデータッチャンハッピーバースデータッチャンとメロディーに合わせてみんなの声が高鳴なり拍手に変わった総合を崩したタツがイエスに祝福されると嬉し泣きして抱きついた今度からみんなの誕生会をやるといいな。誕生会だなんて。 私はまたた外出できた弱いかと思いいましたよ。いつの間にか七十一にもなっちまって目をしばたたく達がぎこちない見ごなしで右に左に倒霊したビールで乾杯するとサイ子がとぼしたケーキの火を一息で吹き消した達の顔がゆでだこのようだった それが面白くて笑いがはじけると手ぬぐいで鉢巻きしたので大笑いになっためいめいがオーダブルにサラダに煮物までついた豪華な料理を小皿にとったみんなでナミコに手を合わせると「まだ二十年は早いわよ」と目で叱られたいつの間にかカウンターにカクテルグラスを並べたサイコが 客あしらいでもするようにイエスとタツを泊まりぎに手まねえた「タツ陽気がよくなったわしの部屋だったところにリハビリ用の新しい器具を入れようと思うがどうかなタッちゃんそれこそイエスよね」サイコが二人にグラスを押すとタツがイエスに向かってグラスをあげた。 そして少しぐらいは精神の安定になるからと許可が出ると2人の顔を見比べながらなめるようにすすった。